調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍している方々にお話をお伺いします。本日のゲストは FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年はいよいよ、はい、オリパラの年ということで、はい、石川さんご自身も、はい、まあオリンピアンで、いらっしゃいますけども、はい、今年の2020のオリンピック、サッカーの代表に、はい、FC 東京から、2人、はい、選出をされそうな、はい、様子ですけども、はい、田川選手と渡辺選手、はい、先輩オリンピアとしてはですね、はい、どういうご期待をされてますか。はい、先日のアジア選手権非常に苦しい結果に終わったんですけど、まあ僕自身は2004年にアテネオリンピック出場した時もですね、先輩方その前のシドニーですね、2000年のシドニーのオリンピックと96年のアトランタオリンピックですね、まあそこで連続で出場していて、まず出場することがもうマストみたいな、まあそういう流れだったんですね。予選のプレッシャー、そうですね。で最終予選戦いましたけど、非常に苦しい中で UAE のラウンドと日本のラウンドでなんとか勝ち上がってですね、出場権得たんですけど、まあそこから の, そのメンバー争いが非常に熾烈で、オリンピックでいうと18人がメンバー登録で、そのうちもし3人オーバーエイジを使えば、まあ同世代で言ったら15人しか出場の枠がないわけで、まあいろんな世代の選手たちがいる中でそのメンバー争いが非常に熾烈でしたし、本大会に向けてもそうなんですけど、それまでのその過程が非常に大事だなと思いましたね。実際にそのメンバー争いをしていってメンバーが決まるっていうのは、はい、もうほとんど直前に、もう直前ですね、はい、で今回もそういう感じですね、流れだとは思うんですけど、うん、まあ主力でやってる選手たちももちろんその最後までわからない部分ありますし、まあ、一つ言えるのはやはりその本大会の中でですね、まあ、いろんなシチュエーションが考えられますよね。まあ初戦にもちろん勝てればいいですけど、結果が出ない状況だったりとか怪我人が出たりとか、まあ、そういう中でこういろんなポジションをこうできる選手っていうのが非常にメンバーに入っていくためには必要かなと思ってます。もう一つ FC 東京としてはこのオリンピックパラリンピックでブラインドサッカーに、はい、非常にこう力を入れているというか、はい、石川さんもご自身もブラインドサッカーに、参加されたりとかもされてますけども、はいはい、ブラインドサッカーの魅力っていうのはどういうところに感じてますか。はい、まあ、FC 東京はですね、まあ、試合の時のこうイベントであったりとか、まあ、あの体験コーナーで実際に皆さんに体験してもらう機会を作らせていただいたり、うん、まあ、日本ブラインドサッカー協会さんと、まあ、協力して、そして調布市の方で、まあ、先日そういった、まあ、皆さんにそのより身近に知ってもらう機会っていうのを開催させていただきましたけど、やはりそのコミュニケーションですよね。もちろんそのブラインドサッカーという競技をやる上ではいろんな恐怖だったりとか、まずそこをこう取り除くっていうところからスタートをするんですけど、ただその一般の方だったり僕らがですね、その第一線でじゃあブラインドサッカーやるかって言ったらそうではないので、ブラインドサッカーを体験することによってその一つのコミュニケーションの関係性を高める、まあやっぱり相手の気持ちに立ってというか、まあ基本的なことなんですけど、向かい合って弱視の方が、目の見えない方がいたときに、じゃあどのようにこうコミュニケーションというかこう声掛けをしていくのか、まあなおかつじゃあ面と向かってこういう話をしているところだけでなくてですね、街中であの杖をついている方を見たときに、まあどういう声掛けができるのかな、まああの人は目が見えてないなっていうのは、まあある程度わかるとは思うんですけど、その中でじゃあどういうことを困ってて、どういう声掛けをしてあげたらいいのか、まあ、そういったこうコミュニケーションのその先のその相手に対しての思いを知るという、まあそういう機会がブラインドサッカーには非常に多くあるかなと思ってますね。そうすると、まあ、FC 東京には、まあ、小学生のカテゴリーから、まあ、中学生高校生とあります、こう青少年の中の方々も体験してもらって、はい、まあ、そういうのもこう身につけてもらうっていうのも大切なことですよね。はい、そうですね。子どもの、その感受性は非常に豊かなので、大人の場合で言えばいろんなことに気を使ってしまう、良くも悪くもですね、そういった部分で子供はもう単純にですね、なんで見えない、目が見えないのとか、例えば障害者サッカーで言えば、まあ、目の見えないブラインドサッカーもそうですけど、まあ、耳が聞こえないあのデフサッカー、ろう者サッカーもありますし、まあ、アンプティサッカーってこう上肢下肢に欠損
亡くなった方がこう杖をついてサッカーをする、うん、いろんなまあサッカーが障害者サッカーあるんですけど、子供は多分最初にえなんで手がないのとか、うん、なんで手足がないのとか、うん、平気で多分そうですよ、ね、言うんですよ、ええ、あそういう方からしてみたら大人だったら、うん、いやそれは言っちゃダメでしょとかっていうことになるんですけど、うんうん、ただこういうことがあったからこうなったんだよ、うん、でも今は自分の好きなサッカーをこういう形でこうやってて、うん、で一緒にサッカーボール蹴ろうよ、うん、こう行くんですよね、うん、という中でこう JIF というこう日本障害者サッカー連盟があるんですけど、うん、そこで行ってるのはそういったこういろんな方々が、まあ、障害持ってる方もですけど健常者の方も含めて一緒にこうボールを蹴るという、うん、まあ、機会があってですね、うん、ボールを蹴り始めると、うん、そういう障害が全く関係なくなる、うん、サッカーで言えばボールをゴールに入れるかゴールに入れられないように守るかなので、うんうん、そこに障害っていうのは正直関係ないんですよね、うんうん、そういったことをこうみんなで行える、うん、だから本当にこう社会共生社会 の、 その縮図がそこにあるんで、うんうん、まあ、そういったこう素晴らしさがブラインドサッカーにもありますし、うん、あの障害者サッカーにもあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、石川さんご自身もあの体験されてると思いますけども、はい、こう目隠しをしてっていうんですかね、完全にこう見えないようにしてやるサッカーっていうのは、はい、まあ、今までやられてきたものと全く違うと思うんですけど、ね、はい、やはりプロとしての石川選手であっても難しいですか、はい、まあ、技術は自分はそれなりにあると思いますし、はい、そのスキルをいかに出すかっていう部分で、ただボールを見失ってしまうというか足元から離れてしまうと、うん、そこはもう技術云々ではないので、うんうん、まずはその恐怖を取り除くその勇気からスタートして、うん、ただその勇気っていうのは自分だけじゃなくて、うん、ブラインドサッカーだとこう、まあ、壁があってゴールがあってっていう形なんですけど、ゴールの後ろにはコーラーと言われるこうコミュニケーションというかこう声を発して、うん、ここにゴールがあるよっていう声掛けをする人もいるし、うん、まあ、横には監督がいて、うん、スタッフがいて、うん、で中には選手がいるので、うんうん、お客さんはみんな静かにしなくちゃいけないですけど、うんうんうん、でも他の人たち選手スタッフは、うんうん、声でやっぱりそういう、 こう空間認知をできるような声掛けをする、うん、どういうふうに実際に声をかけるんですか、ボールがこう足元から離れてしまった時に、はいはい、右に何メートルあるよ、そうですね、本当に細かい指示ですね、うん、あのいろんな例えだったりこう分かりやすさはあると思うんですけど、うんうんうん、じゃあゴールキーパーがいて向かいに攻めてる時には、うん、同じ方向で右左は出せますけど、例えばボール取られて戻ってくる選手に対して、うん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 、右って言っても相手からしてみたら左になるので、まあ、そういったこう本当にパッとこうその相手の気持ちだったり状況が感じられて、なおかつ声掛けができるかっていうところの魅力っていうのは非常にあります、ね、うんうん、日本代表のレベルっていうのは結構高いものなんですか、はい、まあ、かなりこういろんな遠征を積み重ねてですね、うん、あの東京パラリンピックに向けて取り組んでいますけど、うんうん、まあ本当世界のレベルの高さはもちろんそのサッカーにおいてもですけど、非常に世界レベルは本当に見えてるんじゃないかなと。ブラインドサッカーも確かブラジルが、ブラジルが、はい、そうですよね、そうですね、ずっと優勝していますけど、考えられないですけど、転がってくるボールは音がして、その音に反応してボールは蹴れますけど、宙に浮いてる時っていうのは、まあ、回転とかしなければボールは音しないですよね、はいはいはい、そういうものをボレーシュートしたりするんですよ。どういうことなのかなっていう、まあ、ちょっと頭で考えてもちょっとわからない部分ですね。この間ブラインドサッカー の、 その講演会をさせてもらった時に、まあ、日本代表の寺西はじめ選手が来ていただきましたけど、まあ、彼なんかはその空間をどう認知するかっていう、うん、圧迫感って言ってましたね。圧迫感、はい、例えば壁の方に近づく時にその空気ですよね、うん、こう寄ってった時 の、 その圧迫感を感じる、壁の、はい、壁であったりとか壁の感覚が分かるとか、あと多分人と人とがこう近くなっていくと、うん、なんかこうそういうこう感覚的なものってあるじゃないですか。それが多分こう目の見えない人たちにとってみるとそういう感覚がまあ研ぎ澄まされてるというか、なるほどなるほど、まあ、音とそういう、 こう空間の感覚とっていうものをやはりこう最大限こうピッチの上で、うん、あの感覚を張り巡らしてですね、うん、まあ、プレーしてるっていうふうに言っててすごいなっていうふうに思うんですけど、うん、パラリンピックの中でも人気の種目なので、はい、なかなかあのチケットがですね、はい、そうですね、取りづらいんだというふうに思うんですけど、はい、まあ、ぜひ注目して見てみたいですよね。そうですね、はい、まあ、自分自身もパラリンピックでですねブラインドサッカー の、 その躍進っていうのもそうなんですけど、うん、自分自身がそのなんでブラインドサッカーと出会ったかというとですね、やはり自分が怪我をしていて手術をしなくちゃいけない、
で病院で入院してて手術を終えて、手術を終えると結構リハビリとリハビリの間の時間とか結構時間があって、はい、ただ気持ち的にはやっぱり慣れてるじゃないですか、はい、そういう中でたまたまそのブラインドサッカーの試合をこうライブ映像で配信されてるのがあって、はい、まあ、それを見て、はい、自分はすごいなっていう気持ちとともに、うん、なんか勇気づけられた部分があるんですよね、うんうんうん、まあ、いろんな競技の見方はあると思うんですけど、うん、まずはそういうこう、まあ、体験をしていただければその凄さが分かりますし、体験していなくてもその凄さっていうのはまあもちろん見て感じる部分あると思うんですけど、いろんな選手のなんていうんですかね、そのストーリーというか、まあこの間寺西はじめ選手のどういう生い立ちで、どう目が見えなくなって、それからどういうふうなこう形でブラインドサッカーと出会ったのかと、まあ一人一人それぞれのそういったストーリーがあるので、やはりそういってこうスポーツを見る、まあ、パラリンピック、オリンピック見る上で、はい、まあ、その人 の, そのどういった形でこうここまで来たのかっていうストーリーもこういろいろ調べてもらったりとか、はい、まあ、そういったこう 見方もそのスポーツの魅力のまた一つで、うん、競技を見るっていうこともそうですけど、うん、やはりこう感じてほしいなっていうのは、うんうん、自分のところでは正直な、うん、今気持ちですね、うん、FC 東京としてはパラリンピックが終わった後も、はい、そのまあ、障害者のスポーツ、はい、サッカー、まあ、このブラインドサッカーについても、はい、支援をしていくっていう方向なんですか。まあ、やはりそのブラインドサッカーだけじゃなくてですね、うん、FC 東京 J リーグは地域密着で地域連携だったり社会連携を非常に大事にしながら、うん、J リーグは27年やってきましたし、ちょうど25年6年目を迎える時ですね、J リーグでもその社連といってJ リーグをもっともっといろんな形で使ってもらいたい、うん、たくさんの地域に J リーグのチームがあるので、はい、その地域の特性を生かしたりとか、まあ、FC 東京であれば調布市さんとこういった形でブラインドサッカーを、まあ、サポートするじゃないですけど、うん、触れ合ってもらうことで市民の皆様がまたいろんなこうコミュニケーションを取れるような方々が増えるとか、はい、まあ、そうなってくるとまたいろんな形でいろんなつながりが、はい、コミュニケーションもそうですし人とのつながりもそうですし、はい、いろんな可能性がこう広がると思うんですよね、はいはい、まあ、だからこそ自分たちはまあそういうこう皆さんに言葉はあれですけど使っていただくハブになりたいなっていうふうには思ってます、ね、はいはい、ぜひこれからもねどんどん広げていってもらいたいなというふうに思います。そうですね、はい、まあ、市民としてもぜひそういう場があれば参加してですね、そうですね、体験をしてどういうふうに健常者と、まあ、障害をお持ちの方が一緒になって楽しくこの地域で暮らせるかっていうことを、ね、はい、考えていきたいな。そうですね、そういった形でそういった機会をいろいろ作っていきたいですし、うん、先日のその講演会でも共生社会っていう言葉が、まあ、最近で言えば特にいろんなところで聞けるんですけど、はい、まあ、そもそもそういう言葉がもうなくなってしまえばいいかなと、はい、それが当たり前な、うん、まあ、世の中であってほしいなっていうふうに思いますけど、うんうん、はい、ありがとうございます。本日は FC 東京のクラブコミュニケーター石川直弘さんをお迎えをしてお話をお伺いしました。お話を伺ったのは昼後のびよしでございます。本日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。いかがでしたか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでもご覧いただけます。石川さんのお話の様子もご覧いただけますのでぜひご覧ください。これからも調布で活躍をされている方々にお話を伺います。ぜひお楽しみに。それでは来週お会いしましょう。